はい、皆さんこんにちは。ウィニングポスト続きをプレイしていきましょう。今回からですね、ちょっと年ごとに区切っていこうかなと思います。初めからまあそうしとけばよかったかなとも思うんですけど、今回は2008年ですね、プレイしていきたいと思います。まずは馬の情報ですね。で、最初にもうある程度その馬の、距離適性とかを見てですね、実績とかそういったところも含めて、先に出走の状態とかもそういうのもある程度、決めて いこうかなと思ってます。というのもですね、まあ、ちょっとこのままだとなかなか思うような G1 に入っていかないっていうのがあるので、そういったところをね、クリアしていくために出走登録をねきちっとしていきたいなと思います。で、パウチャンシグナルに関して言うと、まあ、ポープルステークス取ってますし、まあ、まさに今馬体が一番充実してる時だと思いますんで、基本的にはですね、このお気に入りローテーションのどれでいくかというと、コバの中距離を中心に、やっていきたいと思います。で、パワーチャンデュールは、牝馬ですね。で、府中牝馬ステークスも勝ってますし、まあ、期待も持てるというところもありますんで、牝馬ね、ローテーションで組んでいきたいと思います。で、出走登録でいうと、中山の金牌ですね。中山金牌は、はいはいはい、カウント。あれ、中山金牌は、中山だよね。これ3歳でしょ。4歳ダートじゃなくて、違う違う、アメリカンジョッキーじゃない。2004。あれ、見つけられない。どうして。出れないのね、移動の環境で。なるほど。パワちゃんシーズンはちょっとまだどうにもならないな。パワちゃんブロンドもどうにもならない。まあこの2頭ぐらいですかね、とりあえず今期待が持てるのか。というわけで、次のレースが大きいのは特にはないので、2月の4週目まで進めます。ダイヤモンドステークス、ダイヤモンドステークスって結構距離長いよね。ああ、長いね、やっぱ。5着か。ATM ね。
ラシックか。挑戦できるような馬いないんだよな。4月1週目まで進めますか。とりあえず G1 に出そうな馬がいないので、このヨークのイベントで特にいないな。マジか、期待の馬が一頭もいないのか。せめてターフに入るがいないだ。さあ、次はですね、4月の3週に皐月賞、パワちゃんラッキーはオークスに向かうというところになりますね。4月の3週のオークス期待しましょう。あ、ごめんなさい、オークスじゃない、皐月賞。さあ、皐月賞は5番人気に押されてますね。ちなみに1番人気はセイウンライツ、スマイルジャック、いましたね。1番外枠か、なんか外枠引くこと多いな。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はS5霧島。頑張れ頑張れ、いけ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 、あーダメかー。レッツゴー霧島追いかけます。一瞬伸びる気配見せたんですけどね。着にはどうやらレッツゴー霧島見事に勝ちました。ブラックシェルセイオンライツ完敗です。着外に沈みました。一瞬来る素振り見せたんだけどな。いや、掲示板にも乗らなかったか。11着大敗ですね。さあ、種付けをしていきましょうか。賞は除外になってるし、さあ配合評価でまたつけていきます。ハーツフライ、谷のギムレットとかつけるか。パーチャンシューズはどうだ。配合評価重視でいきますよ。シルバーチャームが一番いいかな。パワちゃんポーラ、お、タキオンが A だ、いいですね。スマイルキューティーはスキャン、いいね。スキャンつけましょう。アドマイヤー、あ、ザールがいいか。そうだな、これから配合評価が C とかのものに関してはあえてそこに行かずに爆発力にかけるっていう付け方もしていきたいと思います。
どうしよう、アドマイアムーンにしますか。ミホノブルボンとかにしますか。上海とかいいですね。プライズにしましょう。ここはホークスター。ロドリゴ・ドリアーノ多いな。これはどうしよう。シマネアリーナ、ちょっとあんまり聞いたことない馬ですけどね。これはもう配合評価 A にしますね。さあ、ネクスト。NHK マイルカップにパワちゃんタンポポが出ますか。何この桜イベントとか、もういいよ。何のためにあったんだマジで。さあ NHK マイルカップ、3番人気に押されてる。ディープスカイか、また大外枠だよ。ほんとうちは外枠引くこと多いな。4コーナーカーブから今先頭にいるぞ。ここで先頭はパワちゃんタンポポ。パワちゃんタンポポ。タンポポそのまま行け。2番手はロスフォーク剣。先頭を捉えるか。抜かせるな。抜かせるな。あと200メートル。抜かせるな。抜かせるな。粘れ。タンポポ。抜けた。タンポポ。タンポポ。差し返せ。やはり強いディープスカイ。ディープスカイ。ディープスカイ。2着にはどうやらパワちゃんタンポポ。ディープスカイ一番人気に応える見事な G1 勝利です。惜しかった。だなぁ。ディープスカイか。さあ気持ち切り替えてビクトリアマイル迎えましょう。
16番人気か。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭は KM プリキュア、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はジョリーダンス、手応えは悪くありません。そこにいるんですけどね、頑張ってんだけどね。いい足だ。ここから勝負をかけます。ジョリーダンス最内から頑張ってるけどね。アドマイヤーマ迫る。ウォッカウォッカ1着、2着にはどうやらアドマイヤーマ。これがダービー馬だ。強いね、ウォッカ強い。ビクトリアマイルウォッカ強し。オークスは除外か。残念だな。日本ダービー抽選ね。さあ種付けをしていきましょう。あ、全部受胎したんだ。さあダービー抽選当たりましたからね。13番人気ですけど、ディープスカイか。直線526メートル。ここからが勝負。先頭は栄光のアルテル。後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はアドマイヤコマンド。先頭を捉えるか。さあディープスカイ一気に来た。あと200メートル。クロスタンポポ伸びてきた。残り100メートル。クロスタンポポ先頭一気に西雲大地。クロスタンポポ大激戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。ちょっとわからないですね。ディープスカイか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あ、飛ばしちゃった。ごめんなさい。あー、クロスタンポポですね。いやー、見せ場が作れない。
というわけでちょっとこの春の G1 戦線はね完敗でしたね。めげずに9月の G1 戦線に駒を進めましょう。除外か。スプリンターズステークス除外された。厳しいな。マイン長官と京都大商店ね。2着か。3着か。ドリームジャーニーが日本レコードで勝たれちゃうとな。よし、エレンタベスジョンファイに行ってもらおう。エリザベス女王杯に出てタンポポは10月の5週、まあ来週か、の天皇賞ですね。10番人気か。ディープスカイにまた戦い挑むような形になるのかな。ウォッカとかもきっと出てきますよね。さあ、いよいよ直線の攻防。先頭はカンパニー、カンパニー先頭、2番手はパワちゃん、シグナル、先頭を捉えるか。シグナル、行け、いい足だ。ここから勝負をかけます。抜け、残り20m、カンパニー先頭は頑張れ、100m、パワちゃん、シグナル、いやー、シグナル、行け、3着かー。カンパニー1着、2着にはどうやらディープスカイが誕生してやったり、 G1 の舞台で強心の上りをいかんなく発揮しました。勝ったのはカンパニー。惜しかったな。
ザベス女王杯に、そうですね、デイリー杯とかにも出てますしね。デイリー杯2歳ステークスでパワちゃんが3着か。10番人気と10番人気になりますね。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。ダイワスカーレットか。先頭はダイワスカーレット。残り 200m、 ダイワスカーレット、アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はウォッカ。ダイワスカーレット先頭だ。ダイワスカーレット1着、ダイワスカーレット1着、2着にはどうやらウォッカ、見事に勝ちました。ダイワスカーレットウォッカ2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。ダイワスカーレットね。ジャパンカップにパワちゃんシグナル。さあいよいよ直線の攻防。先頭はパワちゃんシグナル。しかし後続のアシードもなかなかいい。2番手は祭りだゴッホ。先頭を捉えるか。いけそのまま、そのまま突き放せ。残り 200m、 パワちゃんシグナル。パワちゃんシグナル突き放せ。後続のアシードもなかなかいい。2番手は名勝サムス。よし、先頭はパワちゃんシグナル。1着でゴール。パワちゃんシグナル1着。2着は微妙です。安定してやったり。 G1 の大舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。抑えての勝ったのはパワちゃんシグナル。 G1 制覇。いやーこれは嬉しい。よしよし、よくやった、よくやったぞ。ジャパンカップ制覇です。名勝サムソンを抑えてドリームジャーニーを抑えて、この勝利は嬉しいな。いや本当に嬉しい。11番人気から1着だもんな。ちょっとパワちゃんシグナルのね、決闘というか、見ていきたいと思います。中華賞、中華賞、安田、エリザベス、マイルチャンピオン、ジャパンカップと来ましたね。パワーミフォパワーミフォ。パワーちゃんシグナルはグラスワンダーか。あーなるほどね。12戦3勝の1勝がジャパンカップだもんな。
ーシャンシグナルもちろん行こう。ジャパンカップに行こう。ああ、有馬記念に行こう。で、ここは阪神ジュベナイルフィリーズですね。全日本2歳優勝ですね。これは地方競馬かな、地方の、レースになりますけども、これは当然こういう形で見てるってことは G1 なんですかね、きっと。おっと、ちょっとすいません、マイクが外れてしまいましてごめんなさい。2歳優秀ですね。これ地方競馬、川崎競馬場みたいだな。お、一番人気のされてる。これも楽しみですね。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はオクトサマンサ、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m、 オクトサマンサ、ここまでか。パワオちゃんボーイ、うわー、どうかな。ベリータ2頭同時に突っ込んできた。ナイキハイグレード、パワオちゃんボーイ、大激戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。どっちかな。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あー、負けてる、負けてるな。惜しかったな。離さ、あー惜しかった。さあ、ジュベナルフィリーズは10番人気か。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はグランプリエンゼル、グランプリエンゼル先頭、2番手はサザンハニー、ね、あと 200m、 グランプリエンゼル。お、突っ込んできた、突っ込んできた、突っ込んできたよ。サザン、サザン、うわー、パワオちゃんソニア、ブエナビスタ、ブエナビスタか。1着、2着はパワオちゃんゴールド、ブエナビスタ、完勝です。カバを寄せ付けない圧倒的な強さです。強かったなぁ。パワちゃんゴールド頑張ったね。でもブエナビスタ相手によく頑張ったよ。10番人気でね。これは来年ブエナビスタといい勝負をしてくれたら楽しみですね。そしてアサヒハイフューチャリティステークスね。今度はちゃんペッパーが押されてますよ。さあ、直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってエイシンキング、エイシンキング先頭、2番手はエイシンキング、エイシンキング一敗になった。残り 200m、 先頭はロジンバース、ジョーカプチーノ必死に追いすがります。一気にパワーチャンペッパー、パワーチャンペッパー1着、2着にはどうやらベストメンバー、パワーチャンペッパー一番人気に応える見事な G1 勝利です。かっこいいね。パワちゃんペッパーね。あ、いいですね。ロ
同人ユニバースとか出てたんですね。ただ勝ったのはタワちゃんペッパーですね。いやーこれ来年が楽しみだな。パワちゃんペッパーちょっと間違って放牧に出そうと思ったのにキャンセルしちゃったんで、放牧に出しましょう。放牧です。まあ4週間ぐらい出しますか。はい、というわけで、1年経ちましたのでここで一旦終わりにしたいと思います。今年は、NHK マイルカップでね、ディープスカイと戦ってエリザベス女王杯ではウォッカ、まあいずれも負けてしまったんですが、ジャパンカップではね名将サムソンを破って、勝つことができましたし、阪神ジュベナイルフィリーズでは、まあ、ブエノビスタにね、破りはしましたけども2着に入選。朝日杯フューチャリスティステークスは今見てもらってるねこちらのパワーチャンペッパーがね、2歳の頂点に立つという活躍もしてくれましたので、まあ、来年もね2009年も楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでです。応援ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。